川又締め切り市会の川西上流部、羽生市小須賀地区会の川は、埼玉県羽生市、加須市を流れる河川である。利根川の大きい旧分流の一つだった。海の川用枠水路とも呼ばれる。旧海の川は、利根川が、羽生市場川又で南へ分流した流路で、加須市川口に至って同じく、利根川の旧流路の浅間川と合流し、利根川本流となった。 文六三年、旧海の川の流頭が締め切られた。現在の海の川も、旧河道と変わらず、ハブ市城下はまた、コスカ、上信号の付近に橋を発し、ハブ市、加須市内を流下する。流域周辺は、ハブ市内の起点付近より、加須市内にて、東部伊勢崎線を横断する付近までは水田などの、農地や、集落などが主であり、主として、 農業用水路及び農業排水路として利用される。東部伊勢崎線を東側へ横断した後の流域周辺は市街地となり、それに合わせ海の川も都市排水路の様相を呈してくる。国道125号橋梁、多門寺橋を横断した付近より、加須市の市街地を抜け、再び流域周辺に水田などの農地が見えるようになる。かつては、加須市内にて、 火災用水路に合流し終点となっていたが、現在では、火災用水路の河川改修を経て、火災用水路本流の右岸側を平行し、流下、加速市川口にて中川へと排水されている。加速市川口に所在する水利施設は、海の川流路より中川への排水機能と同時に、海の川流路より、火災用水路本流への下水機能も持つ。また、 火災用水路本流より中川への排水も可能である。水利施設は、見沼大用水土地改良区によって管理されている。流域周辺には、カゾシ、シダミなどに、シダミ砂丘などの下半砂丘が現存しており、この下半砂丘は日本に現存する。下半砂丘の中では、最大級のものである。合流分流バネハシ海の川に架か,かる、橋梁群は、 土木学会の日本の近代土木遺産に選定されている。上流より、羽生シシ新神殿地区会の川崎会の川には8カ所に取水劇が設けられている。しだみさきゅう。ありがとうございます。